それとやっぱりあの相談役にこう質問で来てる中で、あの訪中団ですよね、中国との関係性っていうのが、まあ、非常に当然外祖との流れから中国との関係っていうのはありますけれども、まあ、あの私は子供、私は5人いるんですけれども、あの長男と次男とこの訪中団を参加させていただいて、最初は次男が、はい、あの行かせていただいたんですけど、まあ、あの徹底的なあの反中の人間で、ああ中国はけしからんみたいな、そういう高校生だったんですけども、あの非常に交流の中で得るものが大きくて、で私はあの最初次男が帰ってきた時には、あの簡単にこう洗脳されて帰ってきたというか、いう感覚ぐらいでしか受け止めてなかったんですね。まあ、中国に実際に行ってきっと向こうの方がいろいろこうしてくださって、ところが話を一生懸命こう聞いてると、特にそういう感じでこう思想的になんか洗脳するってことじゃなくて、やっぱり実際の中国を見て触れてっていうのを、そのぐらいの年齢のこう感性の子たちがすると、あ、こういうふうに人間って変化して変わって、まあ、それが成長につながっていくのかっていうのをすごく実感して、とてもあの訪中団っていうのは個人的にすごく魅力感じて、あの質問くださった方も、あの初めて見た生の中国には本当に驚いて、機会があればまた参加したいんですが、コロナが落ち着いたらこれは再開されるんでしょうかというご質問なんですけど、このあたりは。いや、もちろんあのそれはね、私がやりますよって話ではもうないですけれども、私は続けてほしいなっていう思いはあるんですね、うん、でそれはあの今ね、あのおっしゃったように、私自身もあの私は反中ではなかったですけども、あのよくわかんない状態で17歳の時に開祖に初めて中国に連れてってもらって、でもう見るもの聞くものがあまりにもあの自分の価値観、自分の環境とは違ったので、衝撃を受けたんですよ。でその衝撃を受けたっていうことがその後の人生にすごくプラスだったので、それ良し悪しとしてはどちらの衝撃なんですか。いい意味での衝撃。いい意味での衝撃は、あのなんていうんでしょう、まだね、文革の最後の頃で、ああなるほど、4人組の時代で、だ今の中国とは全く違うので、まあ、文化大革命の後かなりこう、あれですよ ね、雰囲気変わりまして、比べればね、日本と中国を比べたら、それは当時で言うと断然日本の方が進んでるし、生活状況いいし、って思いましたよ。だけどあの環境がいいからこそ、日本の国とか自分の、うん、生活環境とか社会をね、どうしようこうしようなんて考えたこともないわけですよね。ところが中国に行ったら、なんか教育もあるんですけど、やっぱり少しでも良くなりたいと思ってるパワーがすごくて、同年代の人がそういうことを言うんですよ、うん、でそれに圧倒されて、うん、私っていかに物事を考えてこなかったのかっていうことに気がついて、うん、これがプラスだったんですよね。でそれとあの中国の人っていうのは、あの本当に信頼関係できると、もうとことんやってくれるんだよっていうことを会社がよく言ってたんですけど、本当にそうなんですよね、であの自分が素で正直でいたら、あの日本人同士よりももっとストレートにそれを表現してくれると思うんです。だからね、あの日中間のことについては、大体あの反中とかね、これまあ中国だけじゃなくて今韓国とかね、まあ、それぞれそうなんでしょうけど、やっぱりニュースを見てそう思う、で今インターネットの時代なので何でも情報入ると思ってるんですけど、結構偏った情報なんですよね。だけど日本って自由な国だからそうじゃないと思ってて、で中国は逆に自由な国じゃないから統制されてるから間違った情報で受け止めてると思うんですけど、さっきの話と一緒で、あの自由だからあんまりこれどうかなって考えないで見てるんですよ、情報を。でそうじゃないと、え、これは本当に正確なんだろうかって、もっと調べてみようってなるっていう違いがあってね、だからあの、まあ、あの今コロナでね、亡くなってますけど、あのインバウンドでね、もうとにかく中国からいっぱい来てたじゃないですか、
あと反日教育されてガチガチに固まってたら来ませんよ。そこいつもそう思うんですよね。あのアラブの方とイスラエルの方は行き来しないですからね絶対。そうなんですよ。で、はい、なぜかって考えたらね、やっぱ情報持ってるし、うん、来た人があもう日本人ってすごい親切でね、うん、日本は綺麗でもう本当に良かったって拡散されてますから、うん、っていう状況ですよね。で、あの私ねいつもね、あの訪中に行く前にあの中国を好きになってくださいとかこういうところを見てくださいって一切言わない、うん、っていうことも言うんです、ただ今自分の中に取り込んでる情報は一旦置いてから行きましょうね。なるほど。で実際に行って見て聞いて触れてで感じてほしいっていうことを言うんですけど、うん、あの面白くてね、例えばアメリカとか、まあ、ハワイとかね日本人好きで行くじゃないですか、はい、じゃあトランプが好きだからハワイ行くって言うとね確かに違うと思うんですよ、うん、そうです ね、トランプ好きだからね、あの LA 行ったりね、うん、サンフランシスコ綺麗だとか言いながらトランプ好きか嫌いかで行きますかって、うん、なのに体制が違うだけでおっしゃる通りですね。それはそれを基準にしてその国を見るっていうのは私これすごくおかしいことだと思うんですよ。人でしょやっぱり、ね、でその街であったり、うん、っていうことだと思うんです。いやすごい単純なことなんですよ。だから政府間が政治がいろいろまずければまずいほど外交上いろんな問題がある時こそ、うん、民間レベルで人と人が触れ合うことでバランスが取れる、うん、だからいい時はねむしろねそんなことあまり考えなくてもいいんですよね。そうですよね、うん、なるほど。やっぱりあの日中関係に関してはすごくこう質問される方が多くて、うん、まあ、昨今はこう米中も対立をしたりしている時に、まあ、日本はアメリカの同盟国じゃないかと、で、まあ、その日中友好はでも小日憲法はあの日中の友好平和なくしてっていう解釈の言葉がありますから、そうするとこう剣士はあの社会的に自分の立場っていうのがまるでこう踏み絵を踏まされてるみたいな状態じゃないかみたいな、そういう、こうご意見あるいは外国の剣士の方はそれをどういう捉え方をしてるのかぜひ知りたいなっていう意見もあったんですけども、うん、やっぱり自分の目でってことですね最終的に。そうです。だってあの海外のあのワスコの剣士もね、中国旅行したりとかね、うん、いますよ。もっと日本よりあの日本人よりそういう意味で言うとあのフリーなトークをしますから性的なことも、うん、あの日本人ってじゃ例えばそのあたりのカフェで話をしている時にそういう政治的なこととかねあのいう会話って少ないと思うんですよ、うん、そういうお仕事されてるんですよね。そうですね、なんかタブーにしてるとこありますよね、うん、でもあのパリなんかでもそうだしねロンドンもそうですけど結構そういう話って普通にある、うん、であの自分のそういう考え方意見を述べるっていうことが普通だから、うんうん、だから海外の人もあの中国行ってきましたっていうどこどこあのスーザン商品に行きましたとかね、あのいますよ。確かにでもあのこれは例えばいいのか分かんないですけど剣士の方でも宋勇毅さんの決していいことを言わない方が、うん、あのずっと小日憲法頑張ってかつお会いしたら一緒に記念写真撮ったりしてるの見るとどうなんだろうなと思う時あるんですけどあのおっしゃる通りそうですよね。別にトランプさん好きでアメリカ旅行するわけじゃないし、ね、あの習近平さんがどうだから中国全員がみんなっていうのは確かにおかしな話で日本人だってそうじゃないですか。そうですね、日本はねあの総理が変わるの多いね、多すぎて、名前覚えるのも大変ですけど、だけどじゃあそれでね自分たち日本人を見られることをねどう思いますかって言ったらすぐ分かると思う。そうですね確かに安倍さんをよく思うとか菅さんをよく思うとか関係なく関係ないです、旅行来られてますよね。なるほど。ということですので、あの踏み絵ではないということでご理解いただければかなと思います。いや嫌いな人が、ね、行かなきゃいいんです別に。まあでもそれにつきますよね。そうですね、それが嫌だったら先ほどじゃない自分が離れればいいだけの話で、そうです、そうです、うん、何も統制を取る必要はないのかなっていうのはよく理解できました。はい、はい、では、まとめに入りたいと思うんですけれども、まあ、なかなかあのこういう形でこう発信するっていうこと今まで少なかったとは思うんですが、実際やっぱりあの剣士の方たちこうご覧になる中で剣士っていうとやっぱり、まあ、私の道場なんかだともう本当に100人近くいる剣士のほとんどは少年部の剣士で、で
なかなかあの30分とか長い時間だとこう見れないけれどもっていう部分で、でも直接のこうメッセージっていうのはすごく子どもたちにとっても大事かなと思うんですね。でその意味も含めて、あの自分自身が道場で見せる時用も含めてなんですが、子どもたちに向けて今の少年部の剣士たちも、まあ、コロナ禍の中で一生懸命頑張って、活動している部分もあるでしょうし、あるいはあの少林寺拳法と塾だとかスイミングだとか英会話だとかいろいろこう天秤にかけながら、習い事の一つのつもりでこう少林寺拳法って思ってる子もいらっしゃるかなと思うんですが、何かあのそういう子どもたちに向けて、少林寺拳法の総有機相談役から少しメッセージというか一言いただけたら嬉しいなと思うんですが、はい、はい、そうですね、あの、まあ、今の子どもたちの年代っていうのはもう本当に大変だと思うんですよ、いろんな意味で、で、あの情報もあふれてるし、あの自分がそれを求めてなくてもこう人からねこう比較してものを見られたりとか比べられてね、でどっちができたとかできないとか、なんでそうなのって、なんでできないのとかみたいなのはあると思うんですけど、ぜひやっぱりあの人と比べるよりもあの昨日のね自分と比べてほしい、比べるんなら、あのできなかったことができるようになるっていうことがね、あのものすごく素晴らしいことで、あのそれを経験すると自分を信じることができるので、あのなんかで本当にこう悩んで迷った時に踏ん張れるんですよ。だからあの人と比べてばっかりいるとね、なかなかそれ踏ん張り難しいです。あの勝ち残っていける人はいいけど、人間ってみんなそうじゃないですもんね。あの誰だってダメなことってあるので、だからあの人と比べるよりも先に、あの昨日もしくはあの1週間前の自分と、もしくは1年前の自分と比べて、あ、これができるようになってるなっていうことを大事にしてほしいなっていうふうに思います。それからもう一つ、あの命を大事にしてほしいってすごく思います。で、あの自分の命が大事にできる人は人の命も大事にできるので、あの人間ってね、あの本当に辛いことあっても必ずその辛い時期終わるんですよ、うん、だからそれを信じて、あの命を大事にしてください、はい、ありがとうございます。あのそうですね、やっぱり少林寺拳法をせっかくいろいろこう忙しい中なりに自分で選んで、まあ、もしかしたらお家の人にやりなさいって言われてやらされてる子もいるかもしれないですけど、その中でぜひあのこの次に宗有機先生を見る時には、あ、これだけ自分は変われたなとか成長できたなって自分で実感できるような、そんな日々を過ごしていただけたらいいかもしれないですね。そうですね、はい、では、本日は、宗有機相談役にお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。